メサンザ河川見た。なんかザ、うん、ちょっとしか見てない、ちょっとしか見てないけど、なんだっけ、ラスもカジュアル20位だけ見た。でもなんかその後になんかこうエゴサで流れてきたんだけど、なんかジャスさんがなんかもっとなんかこう下を集めてほしいみたいな、最下位を争えるようなやつを集めてほしいみたいなこと言ってて、でなんかそのだるまさんとかメッサンとかみたいな、実際どうなんみたいな、やばいんちゃうみたいなこと言ってて、お前が言うなってなった、お前が言うなってなった。いい勝負できそうと思うんだけど、いやどうなんだろうね、互角かな。いやでもジャスさんと互角にはなりたくないな。実際あのテストの問題解けそうなん、いやほぼ無理やねん。え、全然分かんなかったしな、あのテストちょっと見たけど、なんか意味が分かんなかった。なんかまず問題が理解できなくて、そもそもさ、なんかその猿も木から落ちるの、あれはどういう問題だったの。猿も木から落ちるに似たことわざを答えなさいみたいな、あ、同じ意味を持つことわざ、知らねえ、同じ意味のことわざとか存在すんだ。犬も歩けば棒に当たる、あ、それなの正解は。それよく聞きますね。わ、なんか難しい言葉ばっか流れてる、やめて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 、もうそれ以上それ以上なんかもう漢字を書かないで。それは罰になってた、あ、それは不正解なんや、バーカ。犬も歩けば棒に当たる答えたやつ、バーカ。お前らもう人のこと言えねえよ別に。なんかあれかな、そのだからことわざのさ部分とか、漢字の読み書き、なんかバラとかさ、なんかそういう感じの読み書きの問題まで出てんのは見たんだけど、あれってさ数学とかその算数とかそのレベルも出てんの、そこも出てたの。ある数学も英語も、英語もあったんだ。それはマジでやばいかもな、それはマジでやばいかもな。英語配信で、あ、そうそう、なんだっけ、そのなんか生まれて一言目に言った言葉のさ、なんか、あ、出てたわ、マムのやつ見たわ、それ、あれめっちゃ好き、マムってやつめっちゃ好き。マムやばいよね。